マニアックステーションマニステードーン、はい、はい、始まりました。このマニアックステーションマニステでは、ゲイ2人が新宿2丁目はもちろん新宿に関することをテーマに、ガチャメチャやっていく番組でございます。ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。はい、よろしくどうぞ。はい、はい、それでは本日のミッションはこちらです。はい、本日のミッションは韓国で話題のロゼ辛ラーメンを作ってみたーい。せーの、ほい。みんな大好き辛ラーメン、こちらあの前回の動画で Kスマートというところに行ってきたんですけども、こちらで辛ラーメン2つ買ってきました。はい、はい、これを使ってあの韓国でもね今めちゃくちゃ流行っててすごい簡単に言ったら、クリームパスタっぽくするの。あ、はいはい、それで辛ラーメンを使って作るんだけど、はい、それ今日はそちらのロゼラーメン、ロゼの辛ラーメンに挑戦していと思います、はい、頑張ります。苦手な人でも結構マイルドな味になってるので食べやすくなってると思います、はい、まあ、早速いただきたいと思います。はい、ではいただきます。いただきます。よいしょ。絶対うまい。うん、劇的にうまいよ。うまい、うん、めっちゃうまい。すごい、これめっちゃ美味しいですね。やばっ。これね、考えた人天才よ、うん、マジで本当に美味しい。で、作り方見てもらったと思うんですけど、簡単なんですよ、本当に簡単。お水を牛乳に変えるだけでも全然、うんうんうん、味付けは本当辛ラーメンの粉末しか使ってないのでね。そう、これはうまいよ、うん。びっくりするぐらいうまいね。ね、すごい、今まで作った中で一番美味しいんじゃない、うん、一番美味しいかも。なんか一つの料理として完成してますよね。うん、このロゼ文化が流行る前にだいぶ私やってたんだけど、うんうん、変に塩とか入れない方がいいと思う。うんうんうん、このもともとの粉末とか、あのプルダックポック麺とすっごい辛い麺があるんだけど、私はそれでよくやって辛くて食べれないみたいな味じゃん、プルダック。そうですよね。あれが本当にマイルドになって、あと太りそうな味って美味しいじゃん。太りそうな味するよね。いやもうね、チーズだったりクリームだったりいろいろ入ってますからね、うん、マジでチーズがいい仕事してるの、うん、いやそうですね、熱いね。具材が多分パスタっぽいんだと思うよ。ああ、ベーコンと。ベーコンと玉ねぎをニンニクで炒めて、うんうん、まあ、牛乳使ってみたいな。で、ベースは、例えばスープのベースはこれで、うどんとかでも全然いいし。うんうん。そっか、ラーメン使う必要はないですもんね。あと、
前回行ったイエスマートでプルダックポックンミョンの液体ソースだけ売ってんのよ。だからそれでも全然作れるし、お腹空いてたの？なんか珍しくめっちゃ食うじゃん。お腹空いてました。めっちゃ暑い、汗が。でもあれですね、辛みが全然あの口の中に残らないというか、うん、いいピリ辛具合、うん、辛いのが全然ダメな人はダメかもしれない。あ、そうですね、まあ、辛みはそれなりに残ってるので、あとこの余ったね、うん、これ麺とか具材とか薄いところ残るんだけど、そしたらご飯ちょっと入れたらリゾットみたいになるし、完璧ですね。そうなのよ。これ考えてた人完璧、うん、本当に味も美味しいし、この再利用しやすい、再利用っていうのもそう、アレンジしやすい。もともとこれがアレンジ料理だから、ね、確かに。熱くて早く食べれないんだけど。何回食べてもうまい、うん、飽きが来ないですね、うん、なんか頑張ったなとかさ、今日はカロリー取ってもいいよねって思う時によく作る。いや、スイカジュース合うわ。合うわ。熱い。熱くなってきて、ご飯に集中できなくなって、うん、でもスープが余ったらスープだけは飲まない方がいいかもしれない、うん、スープ自体めちゃくちゃ美味しいけど、例えば本当にご飯入れるとか、そうですね、なんか多い麺するとかの方がいいかな、うん、スープ単体だけだと本当にハイカロリーすぎるかもしれない。汗が止まらん。水たまりみたいになってきた。いやでも北極に比べたら確かにもう天使のような美味しさ、美味しい。いや北極も美味しかったんですけどね。美味しかったよ。なんか違う、うん、別ベクトルだよな。ね。本当に何回口に入れても美味しい。これ簡単だから本当ぜひ真似してほしい、ね、探せばね、レシピとかもいろいろ出てくるでしょうし、うん、で、レシピ見る必要もないぐらい簡単。ない。でも辛ラーメンってこんな辛かったっけってぐらいだよ、うん、じゃないでも確かに辛ラーメンってピリ辛ぐらいのイメージやな。もともと辛かったっけ、ね、うんうん、なんかすっごい汗出てきたんだけど。チーズとかでねっとりしてる分口にすごいまとわりつくんじゃないですか、辛みが、うん、あースイカジュース美味しいに売ってほしい。いろんなとこでわざわざね、あっちまで行くの結構遠いですもんね。さすがにね。すごいあのハイカロリーというかね、うん、完食、めっちゃ美味しかったです。はい、そんな感じで、はい、今日はですねロゼ風辛ラーメンを作ってみました。はい、ロゼ辛ラーメンめちゃくちゃ簡単でめちゃくちゃ美味しいので、うん、ぜひぜひ皆さん真似してみてください。食べてみてください。はい、声どうした。、はい、目が開けられない。はい、それでは皆さんさよなら。さよなら。